待たせ。今日は桜いっぱい咲いてるね。君と桜デートすごい楽しみにしてたんだよ。じゃあ行こっか。スターダム。ねえねえ、あっちにもね、綺麗なお花があったの。一緒に見に行こう。勝ってほしいんですけど、宇多美さんは勝ったら宇多美にドレス着ていいよって言ってくれたから、ドレス絶対に着たいから。よかった。宇多と桜花見デート楽しかった？宇多美もすごい楽しかった。次またデートできるのはいつかな。宇多たちもう会えないのかな。でもやっぱりまた会いたいよね。二人のことを絶対忘れないでね。